美濃市中心部周辺の空中写真。1982年撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。美濃市は岐阜県中央地方の中央に位置するし、日本の中心部、または岐阜県の中心部に位置し、美濃和市の産地として有名である。 うだつの上がる町並みとして知られる市街地は1999年5月13日に国の重要伝統的建造物群保存地区として選定された歴史的風地の町である。東海北陸自動車道と東海環状自動車道の美濃関ジャンクションの交差点になっており、近年は観光地として定着してきた。美濃市は農美平野の最北端に位置している。 北側からは広大な美濃越前山地がせり出して来ており、そびえ立っている。東市は東西が 12.5km で、南北は 15.8km といった大きさであり、北は、郡上市、東西及び南は、関市に囲まれており、岐阜県のほぼ中央に位置しており、中京県の中心都市の名古屋市から 40km 県にある。岐阜県の県庁所在地の岐阜市からは、 北東方向に直線距離で約 19km の位置にある。地域の80%以上が山林であり、標高 1000m を超える山もそびえている。北側の宇城市にある大日ヶ岳に源流がある。長良川が東市の中央あたりを南北方向に流れている。岐阜市へと向かった後、南向きに進路を変え、伊勢湾へと注いでいる。 国土地理院地理情報によると、美濃市の東西南北それぞれの橋は以下の位置で、東西の長さは 12.5km、南北の長さは 15.8km である。岐阜県内では、田治見市と共に夏の猛暑で知られる。上内港あと川港東大過去に本社を置いた、企業美濃市駅市の中心となる駅、美濃市駅かつて存在した、鉄道路線美濃市の地名はわかりやすく、 地名を見ただけで城下の町人街だった時代の情景が浮かぶ。小倉山の麓とは戸の町。その近くの甲子城街路のエリアは鍛冶屋町。米屋町に魚屋町。その外側は西市城町に東市城町。町外れに千峰町。長良川に寄り添うところは港町である。うだつの上がる町並み小倉山と長良川変地渓谷。ありがとうございます。